こんばんは、カルパパです。ちょうどですね、今夜の7時半ぐらいですね。よくね、動画の編集するときって、まあ、今ぐらいの時間か、もしくはですね、明け方やることが多いんですが、その時部屋の中暗くしてやるんですよ。で、手元だけ明るくしてやると、まあ集中できるっていうか、まあ、本読む時もそういうのが多いんですけど、手元だけ明るくするのに、まあ、スポット的なライトをですね、使おうかなと思って、まあ、いろいろ買ったんですけど、結局最近一番ハマってるものがですね、実は100均にありましてね、以前ねこういうものを使ってたんですよね。これはですね、100均のダイソーのライトで、まあ、当然100円です。 USB を電源としましてですね、でここに LED が入ってますね。2玉入ってるのが見えます。これはプラスチックの透明のカバーですね。でね、電気つけてみますと、ちょっとこれアンカーのですね、2万の、まあ、でかいバッテリーでちょっとやってみますね。一応ね、電気つけてみますね、まあ、こんな感じです。結構ね、ちょっとライティング消してみようかな。もうなんていうかな、必要十分で、これは部屋の明かりがついてますけど、まあ、夜でキーボードだけが分かればいいんで、使い勝手がいい、ちょうどいい雰囲気の明かりになります。でね、これで、まあ、過不足なく使ってたんですね、半年ぐらいで。ところがね、まあ、年寄りというかもうジジイなんで、そうするとね、まあ、もうちょっとこう明るい方がいいなって、だんだんこう出てきましてですね、もう一度探したら、ダイソーでこの USB を電源としたですね、 LED ライト結構バージョン出てましてですね、買ってみました。ちょっと今ね、カンママが焼酎を持ってきてくれました。まあ、多分早いとこかっくらって寝ろよジジイというのの、まあ、サインだと思うんですけど、まあ、せっかくなんでありがたくいただきます。焼酎はね、部屋で飲んでもテントで飲んでも美味しいですね。で、続いてですね、 USB のライトが何種類も売ってましてね、でしかも電源は、まあ、電源 USB で LED ライトっていうと、こういうのがありました。これがですね、USB ミニライトってやつですね。で、実はですね、色は黒とピンク、もう一つですね、ホワイトがありました。で、ホワイトはまあすでに開けちゃってるんですけど、これですね、まあ、こんな感じでですね、まあ、3色ありましたんで、まあ、大人買いというか、まあ、こういうのは子供買いかもしれないんですけど、まあ、100円なんで見つかっちゃいました。で、そのうちのですね、まあ、黒とピンクはとりあえず置いといて、ホワイトをね、ちょっと開けてみました。こんな感じです。先ほどのこのくねくね式のやつと比べてですね、広角 2LED ライトっていうのが最初ご紹介したこちらですね。これがね、書いてありますけど、アームの長さが27センチだってね、約30センチぐらい、結構長いですね。で、こちらのですね、3つ色違えて買っちゃった方はですね、約15センチぐらい、ちょうど半分ぐらいの長さになります。で、まあ、バッテリーに挿した時の感じで言いますと、こんな感じですね。で、グニュ、このライト、この USB ライト自体にはですね、どこにもオンオフのスイッチはついてません。さっきのこちらのフレキシブルの方はですね、この後ろにここにスイッチがここについてたんですが、こちら短いタイプの方は挿すだけで、挿してオンですね。これはね、結構明るいですね。ちょっとね、単純な比較になっちゃう、皆さんの方にね、光こう向けて申し訳ないんですけど、ちょっと2つ挿してですね、やってみますね。わかりますかね、まあ、単純にこんな感じです。どっちがね、明るいかってやってみると、実際はこちらの短い方が
なんかすごいパワーがありそうな感じするんですが、こっちのフレキシブルの方はですね、こうアームが長い方はね、こう広角になってるんですね。結構わーっと広がります。そういう意味で言うと、キーボードなんかを全体照らすときはこっちのあのアームが長い方ですね、広角 LED ライトの方が有利だと思いますが、ちょっとスポット的にですね、この一部分照らす分にはこちらの方がいいかもしれないですね、短い方が。でね、短い方は思ったよりも、まあ、パワーが強いんで、例えばですね、これがあの、そうですね、これはね、なんかの催しでもらったんですけど、2200mAh のね、ちっちゃいモバイルバッテリーです。手のひらに入っちゃうぐらいのやつですね。こんなインセンティブでもらえるようなやつですが、例えばこれにピッてやりますとね、まあ、これだけで、こういうふうにやる人も、まあ、いないわけじゃないと思うけど、こういう使い方とかですね、頭を置いて使うとか、だからこれなんか胸ポケットに挿して使えますね。こんな感じになってます。それでですね、実はこっちのタイプはアンカーの1万ミリアンペアワーのモバイルバッテリーに挿してですね、約8時間、照度を落とさずずっと明るいままでしたね。まあ、ずっと見てたわけじゃないけど、8時間ぐらいしたら消えてましたね。だからまあ8時間ぐらい使えんかなというふうに思います。僕山登りやるときは必ず5000ミリアンペアワーのモバイルバッテリーを必ず持ってくようにしてます。まあそれと一緒にですね、これ重さ的には、まあ、多分 12-3g しかないんで、ほとんど負担にならないと思います。まあ、バッテリーとこれを一緒にですね持ってって臨時の光源としてこれから持っていこうかなというふうに思いますね。これ中身どうなってんのかって、まあ、ここがね光るんですけど、中に LED が入ってることは間違いないと思うんですが、ちょっとね癖でこうバラしてみたくなったんで、ちょっとメガネ用のドライバーでちょっと開けちゃおうかなと。ちょっとねここをカバーをほじくって開けてみますね。お、取れた。こんな感じですね。よく見ると6個の LED がねバラで接続されてますね。あと抵抗が2つありますね。ちょっとね裏側よく分かんないんで、それ以上ちょっと分かんないんですけど、で後ろがねこれ金属ですね、金属ですね。これ金属は多分熱を逃がすやつかなと。これかなりずっとやってると熱くなるんで、多分そんな作りになってると思う。非常にシンプルはシンプルで故障しようがないくらいな、こうやって見ると安心感がありますね。じゃあ蓋をして、はい、それではね今日は、まあ、こんな USB ミニライトと、これは広角の LED、まあ、こんなものの紹介でございました。